どうも、食の贅沢のはるかです。今回はですね、簡単献立レシピ、春キャベツの卵とじ、揚げないささみフライ、あと春の味噌汁、これらを流れで作っていきたいと思います。で、いやー、その献立の動画なんか久しぶりですね。なので気合をこう、まあ語弊んですけどなんかこの言い方語弊ありますね。あの、気合を入れすぎるとこの料理を作ってくださる方々の負担にもなるので、見てくださる方を真似しやすいように無理せず作っていきたいと思います。ただやっぱりその食の贅沢らしさ、作りやすく、時短で、ね、分かりやすく、あと旬をちょっと入れたりとかして流れでいい感じに複数品作れるようにしたいと思いますので、今回は献立レシピを作っていきたいと思います。はい、では今から献立を作ります。で、主な材料はキャベツ、新玉ねぎ、ささみ、それと薄力粉、パン粉、あとは調味料を組み合わせて献立を作ります。なので今回は材料わーっていうよりは結構シンプルめに、あの、複数品を作りたいと思います。はい、ではまず最初キャベツ。キャベツは千切りにしていきます。で、次は新玉ねぎ。これは薄くスライスで、ちょっと滑る。で、あと鶏ささみですね。よいしょ。鶏ささみは斜めにそぎ切りで3つぐらいに切っていきます。そしたらここに塩、コショウ、あとお好みのハーブを振りかけていきます。で、このハーブ、マジックソルトでも全然 OK です。では次、ささみの衣、バター液を作ります。で、ここでポイントです。まずは薄力粉を加えて、で、ここに水で、卵は加えず混ぜると。で、このバター液、卵を通さずにこのバター液、パン粉で揚げるみたいな、かなり簡単な形にしていきたいと思います。で、卵を入れない理由としては、まあ、卵とじでいっぱい卵食べるんでまあ、かぶってもあれかなって思ったんで、こっちは卵なしでバター、パン粉で揚げていきたいと思います。なので、まずはバター液にささみをつけて、で、パン粉をつけて、で、もうこれで揚げられる形にしていきます。なので、かなり簡易的ですね。これで結構しっかり衣つくので、なかなかにおすすめな方法です。では衣つけていきます。よっ。よし、では準備ができました。では焼いたり揚げたりしていきます。ちなみに、まあ、キャベツすごいたくさんあるように見えるんですけど、縮むので、あと少しささみの、あの、添え野菜に流用しようと思うので大丈夫です。で、少し余談なんですけれども、この献立レシピ、実は1年ぐらい前に献立の動画出していて、これ反響は結構大きかったんですけれども、これは、あの、僕自身の負担も実は大きくて、ただ動画ならではの良さ、僕らしさ、それが出てるので再開したいな
って考えた時に、なんで献立がこんなに負担なんだろうって考えたんですね。そしたら、当時何分で何品とか結構流行ってたんで、僕も30分4品ってやってたんですけれども、なんかこの30分4品っていうこの縛り辛いなってすごく思ったんですね。なんて言うんだろう、その僕自身が作りたい動画って、ストップウォッチ切って押して30分でせかせかみたいな、そういう動画が見せたいんじゃなくて、なんかまったり見ていただいて、まったり料理を作ってまったり楽してほしいというか、なんかちょっと肩の力を抜いた献立の動画を再開してみた次第です。そういう思いがあるということで、次行きたいと思います。ではささみを揚げていきます。で、今回たくさんの油を入れて揚げるっていうと結構片付けも大変になってしまうので、油少なめ揚げ焼きでいきます。ではささみを加えます。これは入るじゃない、入れるんだと入ったで、油を全体に行き渡らせて少し吸わせるようなイメージで揚げていきましょう。では返します。お、いい色ですね。いい色してますね。あ、これとかいいですね。よし、ではこれを揚げていきます。いい感じ。ではせっかくフライパンが温まってるので、これ肉だけにしましょうかでは、ここに先ほどのキャベツたくさんドワッと、あと玉ねぎ新玉は半分、それでキャベツがしんなりしてきたら一回火を止めて、ここにお水結構多めに加えます。そしてここにめんつゆで、めんつゆだけだと甘いので少し醤油を加えます。で、これを弱火にかけて、このキャベツがクタクタになるまで煮ます。そしてその間に卵を割り入れて、で、あらかじめこれらを混ぜておきます。準備しているうちにいい感じに煮えてきました。ではこれに卵を回し入れて、で、ちょっと一回火を止めて、で、蓋をして、で、よいしょ、これで春キャベツの卵とじゃ完成になります。で、さらにさらに卵を煮詰めている時間を使って、ここに
あと今日だしストックないんで、だしのことを、それに田舎のばあちゃん家からもらった冷凍菜の花と、あと先ほどの新玉で、味噌汁の具材については特にこだわりなどはないので、お好みの具材を入れて作ってください。そして最後に味噌を溶き入れると。そして卵とじも一度確認してみましょう。あー、いい感じ、美味しそうですね。はい、では簡単献立レシピ、春キャベツの卵とじ、あと揚げないささみフライ、そしてお味噌汁、出来上がりました。で最後はソースをかけていただきましょう。ではいただきます。ではまずは卵とじからいただきます。優しいですか。そのめんつゆだけじゃなくて、春キャベツ、新玉ねぎ、それらの甘みがあるんで、すごく優しい味です。では次、揚げないささみフライいただきます。しっかりと味がついて衣感もあって、で、あんまり脂っこくないので僕はすごい好きです。あと味噌汁。ということで今回は簡単献立レシピをご紹介しました。流れで作るとかなりスムーズにできて、かなり作りやすいレシピになっていますので、ぜひ試してみてください。で、この動画いいなと思ってくださったら、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、あと僕のレシピを作ってくださった方、その次の日にもうツイッターで作りましたよって画像が来て、その僕自身のやりがいとしてかなりシャーってなりますので、ぜひ YouTube のコメントだったり、ツイッターの作れっぽ感想を送っていただけたらとても幸いです。では最後までご視聴いただきとても感謝しています。ではまた。